で今20分ぐらい振って中身が、こんにちは。こんばんは。ボナールチャンネルのマサです。エアです。今日なんですけど、まあ、一回ねちょっとやってみたいっていう企画があったんだけど、それだけだと弱いなっていうのを思ってちょっとまあ発展させた企画があるんだけど、ハードル上げちゃう。今日はねこれを使います。じゃがりこね。じゃがりこ、うん、多分ね俺らが高校生ぐらいかの時ぐらいにこれをめちゃめちゃ振ってボールにするっていうのがなんかすごい流行ったと思うんだけど、流行った、まあ、それをまずやってみたいなって、もう一回もやったことないから思ったんだけど、そんなのさ別にさ勝手にやったろって話じゃんっけ。まあ、ね、これで何かできないかなと思って、うん、なるほどね。早いよ。もう分かった。分かんない。でこれを振ると、まあ多分知ってる、皆さん知ってると思うんですけど、まあなんか丸いボールができると、じゃがりこのボールが、で、そこで考えたのが、まあ、これ使うんですけど、じゃがいも、じゃがいもね、うん、普通のじゃがいも、ポテトチップスってあるじゃん。で、あれって別にまあ普通のじゃがいもからできるわけで、はいはいはい、これとこれって形似てねっていう。でも理論上は、これじゃがいもからできてるわけよ、じゃがりこ、うん、理論上はじゃあボール状にしてスライスして、はい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 、ポテトチップスの作り方したらこれ理論上はね一緒になるんで、じゃあ一回じゃがいもに戻すってこと。そう。一回丸くしてじゃがいもに戻して、そうで、スライスしてポテトチップス作ったらこれ多分同じものになるんじゃねえかっていう。確かに、しかもこれサラダ味だから味付けいらない。味付けいらないしね。だからちょっとそれをね今日はやってみようかなっていう動画ですね。であと、まあこれもね多分すごい振ってる人いたんですけど、コアラのマーチ作ってみて、で今日はこの3つでポテトチップスを作ってみて、まあ、どれが一番うまいのかっていうのをちょっと比べてみようと思います。はい、じゃあ早速作っていこうか。レッツクッキング。で今20分ぐらい振って中身が、全然砕けてないな。お湯入れなきゃダメなの。お湯入れたら何とかなんのかな。ちょっと入れてくるね。なんでお湯入れただけ。お湯入れただけでこんなんなった。はい、ということでね、長かったー。1時間ぐらいずっと振ってたんですけど、まあこっち途中お湯入れたりしてたんですけどね、まあ1時間は多分振ってて、多分どっちももう玉状に、ね、なってると思うんで、ちょっとお皿に出して確認していきたいと思います。感覚的にはもうかなり丸いんで、ちょっとお皿に開ける。3、2、1、オープンザじゃがりこ。ほい。おめっちゃすごいじゃん。1時間の努力報われた。じゃあコアラのマーチ開けようか。うん、じゃあね、コアラのマーチも開けていきたいと思います。こっちは多分全然、多分こっちよりね丸くなってると思う。すごいすっごい綺麗だね。あ、じゃあね、ここにじゃがいもとコアラのマーチじゃがいもとじゃがりこじゃがいもができたから、これでね実際にポテトチップスを作ってね、まあ、どれが一番うまいんだっていうのをね比べていきたいと思います。理論上ではこれじゃがいもだから、まあ、これは同じものができると。そうだね、まあ、これはね多分ね甘いね揚げ物ができると思う。まあでもチョコのポテトチップスあるしね。ああ、なんか食べて、ん、ねえか、食べてみましょう。
ということで、今外なんですけど、これが、切ったさっきの丸まったやつの切ったんで、これは普通にじゃがいもなんですけど、まあ薄く切ってでこれがそう、こっちがじゃがりこで、まあこっちが見たら分かるんですけどね、まあチョコボールというかちょっとコアラのマーチのやつはちょっと冷やしたんですけど、ちょっと硬くなりすぎて、そうなんだよね、ちょっとね熱くなっちゃったんですけど、まあ男がやってることなんで、まあいいかっていうことで、じゃあ一気にこれ油の中に全部、そうだね、全部、まあそうだね、均等になるぐらいにバーって入れてちょっと作っていきたいと思います。入れるか、入れる。もう上がってますけど、チョコいる？もう上がってますけど、もう上がってますけど、先輩もう上がってますけど、やばいやばい、チョコ溶けてんじゃねこれ、もうやばいやばいやばい、チョコ味になってる。いや、上げて上げて上げて、もう上げて、もうポテトチップスできたね、一瞬でポテトチはできた。やーべえ、マジかよ。あれ、チョコは？チョコいるぞ、でもということでね、これがコアラのマーチ、コアラのマーチポテトチップスで、じゃがりこポテトチップスで、普通のポテトチップス。まあね、成功か失敗かどうかはね、まだだって食べてないから、ね、分かんないからね、見た目じゃないから、じゃちょっと、ね、移動して食べてみたいと思います。はい、ということでね、完成しました。完成したね。これね、実際食べて味をね、ちょっと確認していきたいと思います。じゃあまずはどれが一番うまいかっていうね、まあ普通のからいこうか。普通の、まあ塩振ってあるんで、これ塩味なんですけど、まずはこの普通のじゃがいもをポテトにしたやつ食べます。いただきます。いただきます。美味しいね。普通にうまい。パリパリ感はないけど、今美味しい。普通のウッシュポテト。普通のポテト。じゃあ次は、じゃがりこからじゃがりこボールにして、その後に薄く切ったやつを、そうだね、ポテトチップスにしたもの。まあ結局はじゃがいもだから、そんなにね、サラダ味だからもっと美味しいはずだよね。そう、じゃがりこサラダ味だったから、まあ味付けもね、つけてついてるし、うん、まあちょっとね、焦げてるじゃあ食べてみようか。いいよ、真ん中から。じゃあ、いただきます。いただきます。めっちゃシャキシャキ。いや、美味しい普通に美味しい。これマジでうまいな、うん、いや、俺ほんと考えてたんだよ。うわ、美味しくねーとか言おうと思ってたんだけど、うまいこれ本当に美味しいやつだな、うん。最後に、コアラのマーチで作ったコアラのマーチポテトチップスよっ。もうポテトチップスではないんだけど、もうね、なんか見た目はチョコチップクッキーみたいになってるんだよ、うん。まあ、これもちょっと半分にしてね、薄く切れなかったからね。ちょっと食べてみようか。いただきます。いただきます。うまい、おいしい。うまいねというわけでね、本日は、いろんなお菓子をね、一回じゃがいもに戻して、そっからもうポテトチップスを作ってみるっていう動画だったんですけど、うん、まあ、想像以上に美味しかった。思ったより美味しかったね。思ったより美味しかったね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。まあ、ぜひね、動画を見てる方もね、ちょっと一回やってみてください。手作りってなんだかんだ楽しいから。そうね、やってる時すごい楽しかった、うん。はい、じゃあ本日も動画最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また明日。ありがとうございました。で、発火しないかな、大丈夫。熱い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 。